鈴木喜三郎昭和15年6月24日は、日本の司法官僚、政治家、立憲声優会第7代総裁、旧姓は川島、鳩山和夫の長女和と結婚し、鳩山一郎は議定にあたる。司法官僚から、貴族院議員、清浦慶吾内閣の司法大臣、田中義和内閣の内務大臣を歴任し、衆議院議員から、 最後、再度貴族院議員となった。犬飼武志暗殺後の立憲政友会第七大総裁を務めた。遺械君党は、ジュニー、君一党。慶応3年10月11日、武蔵国吉次軍の川島家に生まれる。第四、本町天台宗明長寺の12世、鈴木事公の養子となる。明治15年7月、東京外国語学校仏語学科入学。 明治20年4月、第一高等中学校入学。明治21年7月、同卒。明治24年、帝国大学法科大学の仏法科を主席で卒業、司法省に入省する。入省後に、司法官司法から、明治26年に判事となり、東京地方裁判所判事、東京構想院判事となり、和と結婚、明治40年から41年まで、 ヨーロッパ諸国を視察して、司法制度、裁判事務取り扱いを調査した。帰国後は、大審院判事を歴任する。東京地裁などの地方裁判所長を経て、検事に転じ脱腕家として知られ、腕の木三郎の異名を取った。司法省刑事局長、大審院検事、司法省法務局長を歴任し、大正3年、司法次官に就任し、 7年半の間その地位にあった。鈴木は平沼木一郎の下で司法官僚として徴用され、声優会の松田正久と協力関係を構築して司法部改革を実施した。現内閣成立時に司法大臣就任を平沼が辞退し、代わって鈴木の入閣が検討されたが、鈴木は兄貴分である平沼が大臣にならぬまは決して大臣にならぬと。 頑張りつたため、結局は、原隆首相の兼任となった権威がある。大正9年6月2日に、原は鈴木を貴族院直選議員とし、平沼を大審委員長、大正10年に鈴木を検事総長に登用するなどを講演を行った。第二次、山本内閣の司法大臣に平沼が入閣すると、大正13年に次の清浦内閣では、 司法大臣には鈴木が入閣した。このような人脈は、平沼木一郎鈴木、小山松吉、塩野末彦に連なる思想検察の基礎を形成した。また、平沼の創設した国本社にも名を連ねて、その運動を助けた。清浦内閣が五権運動によって倒されると、立憲政友会に接近し、大正15年に入党した。昭和2年、 田中義一内閣が成立すると内務大臣として入閣した。内省としてまず着手したのは全府県に特別高等課を設置、治安一法の改定を実施。昭和3年、警保局長山岡万之助、警保局保安課長南波木三郎ラインで日本共産党の一斉検挙、すなわち3.15事件の指揮を取った。また、もう一つには、 内務大臣の職権を利用して内務省や府県知事の人事を大幅に刷新して、声優会を支持する内務官僚を抜擢し、対立する立憲民政党に近い時間や知事を給職あるいは退官させた。一例として内務次官人事も川崎拓基から安高知浅吉に交代した。これは、党兵と呼ばれて内務官僚だけではなく、地方政界や世論からも非難を浴び、 やがて内務省に政党政治を否認する革新官僚を台頭させる原因となった。大正14年に交付された普通選挙法に基づく最初の総選挙となった第16回衆議院議員総選挙では大々的な選挙干渉を行い野党の立憲民政党側の猛反発と同党選挙覚醒委員会及び伊沢滝夫の呼びかけによる 貴族院を中心とする選挙監視委員会による対抗招き、選挙後、責任を問われ内省辞任を余儀なくされた。その後、声優会党内で議定にあたる鳩山一郎の支援を得て実力者となり、昭和6年、犬会内閣の司法大臣、内務大臣として入閣した。12年近く務めた貴族院議員を辞職し、 昭和7年2月に実施された第18回衆議院議員総選挙に、神奈川県第1区より出馬し、初当選した。5月に5.15事件により、犬飼首相が暗殺されると、声優会の後継総裁に選出される。総理在任中の死亡後継には、現内閣後の高橋小暦よ、加藤孔明内閣後の若月玲礼二郎、浜口内閣後の若月玲礼二郎の例もあり、 憲政の上道からすれば、政権党の後継党首である、政友会総裁として、後継内閣の主犯に創選されるところだったが、英米との協調外交と、憲法遵守の精神を、主犯の大原則としていた。元老、西恩寺金持ちは鈴木には、この2点で何があると判断。この際は、中間内閣やむなしとの判断に至り、新英米派として知られ、朝鮮総督を2期務めて、 行政能力が証明済みだった退役海軍大将の斎藤実に対面効果となった。このため、政友会は斎藤内閣と続く岡田内閣において野党路線を取り続けた。斎藤内閣では党内の意向に配慮して、自らは入閣しない形で閣僚を送ったものの、この間に定人事件が起きて、声優会幹部が多数逮捕されるが、 これは鈴木が尊敬していた平沼樹一郎が首相の地位を目指して障害となる声優界を追い落とすために仕組んだと言われる陰謀だった。その豪華だ内閣でも入閣した高橋惚歴を元総裁を別離、有力政治家3名を除名処分にしたことから党内に亀裂が生じた。昭和10年に天皇期間説問題が起きると国体名庁声明をめぐって 岡田内閣を攻撃したが、この頃から、鈴木は健康を損ね、病気の悪化が党内の亀裂に拍車をかけた。昭和11年2月20日の第19回衆議院議員総選挙で、衆議院に再び出馬したが、声優会総裁でありながら落選し、指導力を失い、総裁はいながらも党は集団指導体制へ移行していった。 党内からは総裁辞任の声が高まるが、鳩山一郎は鈴木の貴族院議員への再任工作を行い、その結果鈴木は昭和11年には貴族院直選議員に直任された身であるとして、鈴木の総裁続投を実現させ、鳩山は党内での親鳩山勢力を伸長させた。昭和12年、鈴木は任期限りでの退任を表明し、 党は総裁代行委員4名による集団指導体制へ再び移行することになる。そして来る昭和14年5月に任期満了で総裁を退任。後継総裁をめぐって、声優会は事実上分裂し、これが声優会の回答と体制翼3回の結成という流れの伏線となった。体制翼3回発足直前の昭和15年6月24日、死去。 去年74、ありがとうございます。